試合結果をお知らせいたします。 B マット 51kg 級試合番号66番の試合は、我がコーナー今津城北高等学校都築浩一選手の判定勝ちでした。この結果、小坂浩生選手の3位が決定し、都築浩一選手の決勝進出が決定しました。ただいまより B マット個人対抗戦準決勝 60kg 級試合番号117番赤コーナー沖縄電高等学校中村雄二選手対青コーナー上田西高等学校大橋寛介選手の試合です。真っ白なのかな、この線が終わって。